おいシンク、そんなに腹を立てなくてもいいだろうよ。あの場でミリーナを殺させるわけには。あんたたちに協力してたのは、僕をこんな馬鹿げた死者の国に呼びつけた鏡師たちを殺させてくれるって約束だったからだ。それはマークの独断だね。悪かったよ。あんたにとってはそれが一番なんじゃないかって、あの時まで。あ、いや、今だって。シンク、全て話しただろう。全ての元凶はゲフィオンと僕だ。この世界を一度は滅ぼし、具現化で蘇らせようとして異世界の人々までをも巻き込んだ。恨むなら僕とゲフィオンだ。同じことさ。ゲフィオンとあの極意の鏡師はお仲間だろ。レプリカとオリジナルみたいなものだ。シンク、具現化した存在は似て非なるものだ。運命の分岐点から違う道を歩む自分の可能性、それが具現化された存在、リアライザーだと僕は思うよ。勝手に分岐点に放り出しておいて、よくそんな上から目線で話せるね。さすが鏡師様はお偉くていらっしゃる。なあシンク、お前の前に人参ぶら下げたのも取り上げたのも俺だ。フィルを責めないでくれ。ご主人様には忠実なんだね。そりゃそうだろう。俺はフィルの強制だ。その時が来たら僕を殺せばいい。でも今は偽善者だね。まあいいさ。マークに免じてもう少しだけ救世軍に付き合ってやるよ。それで今はどうなってるのさ。ミリーナの仲間が魔教技師のセシリーを助け出したのは知っているね。そうか。だったらガローズも今度はおとなしく言うことを聞きそうだな。セシリーがいるから帝国を出られないって言ってたんだっけ。ああ、ガローズが戻ってくれればケリュケイオンをもう一度動かすことができるだろう。へえ、あの女のオフルなら何でも欲しいんだ。ミリーナとゲフィオンは違う人間だよ。でも直接会うのが怖いんだろ。口ではそんな風に言ってても同一視してるんだよ、あんたは。なんだよ、またやり合ってんの。釣れないね、シン君は。その呼び方やめてくれない、バカミコ。せめてアホミコにしといてくれよ。ゼロスさん、アルビンとシャーリーは。俺様たちのアジトに置いてきた。アルビンもシャーリーちゃんの護衛役ならちょうどいいだろうと思ってな。へえ、あの裏切り者、目を離して大丈夫なの？まあ心配するのもわかるが、あいつはあれでも罪悪感でいっぱいいっぱいになってるように見えるけどな。苦労はしたんだろうが、根はお育ちがいい坊やなんだろう、きっと。もともとあんたたちが雇ってこっちに送り込んできた傭兵なんだ。奴を信じようが信じまいが勝手にしてくれ。フィルを助けてくれたことには感謝してるけどな。それよか、俺様どっちかっていうとシャーリーちゃんの方が気になるけどな。あからさまに何か隠してるし。君が女性を敬遠するのは珍しいね。いやってわけじゃねえよ。ただ得体が知れねえっつうの。あれは共栄店とかストレンジャーじゃなくてリビングドールなんじゃねえか。どうかな、それとも違うように感じるが。それよりゼロスさん、ちょうどいいところに来てくれた。シンクと一緒に
アスガルド帝国の帝都に向かってくれないか。一時的にで構わない。手を貸してほしい。冗談だろ、バカミコと一緒に動けっての。ゼロスさんは僕の命の恩人だよ。そんな風に言うのは感心しないな。それに単独行動よりは安全だと思うけれど、どうだろう。マークが無理なのは分かっているよね。首に縄つけられたワンコロだもんね。悲しき強制の身ですから。ご主人様を置いて遠くへはいけませんってね。シンクとゼロスさんにはテートにいるガローズを連れてきてほしい。確かクラトスさんがデミトリアス陛下の件で潜入しているはずだから、合流するといい。またあのおっさんとかよ。綺麗なお姉ちゃんの仲間とかできねえかな。くだらないね。僕は一人で行く。ゼロスがついてきたいなら勝手にすれば。へいへい、勝手にさせていただきますとも、シンク坊や。大丈夫かね、あの二人は。マーク、自由に動きたいか。言っても仕方ないことだろう。それが強制だ。ごめんよ。なんだよそれ。そんなことより器用な顔すんなって。ほな笑えよ。やれやれ。ルカたち、無事にアジトへ行けたかな。スレイたちも一緒のはずだから大丈夫だと思うよ。それより自分たちの心配をした方がいいかもな。なんで？ルカがどんな立場で戦士の館とやらにいたのか知らねえが、単なるお客さんだったなんてことはねえだろ。囚われの身だったなら追っ手がこの通路にまで来ている可能性はあるね。ああそりゃそうだな。今んとこ魔物以外特に遭遇してねえけど、帝国の兵士が来る可能性もあるのか。ルークは人間を相手に戦うのはちょっと苦手みたいだね。まあな、足引っ張らないようにしてるつもりだけど、やっぱ分かっちまうのか。いや、足手まといなんてことはないよ。ただ無理をする必要はないってことかな。だな、人間には向き不向きってもんがある。いや大丈夫。それにしてもアスガルド帝国ってはぐれ共栄店を集めて何をするつもりなんだろうな。さてね、セネルたちが集めてきたのは、はぐれ共栄店らしき連中を帝国が片っ端から捕まえてるって話だけだからな。同じタイミングでチェスターから届いた手紙には、何人かの得意共栄店が帝都にある戦士の館に捕らえられているとあった。つまり帝国ははぐれ共栄店を集めて、その中に得意共栄店がいないか調べてるってことか。今のところはそう考えるよりなさそうだね。チェスターの手紙にも詳しいことは書いていないし、ただ本当にそれだけなのかは疑わしいよ。すぐに帝国に囚われた得意共栄店を助けてほしいなんて書いてくるなんて。しかもルドガーたちを帝国に入れるなと来た。ルドガーたちは同じ共栄店でも何か僕たちとは違う部分があるのかもしれないね。違う部分か。この世界でいうところのアニマってのに違いがあるのかな。珍しく頭使ってるとこ悪いんだが、この辺じゃねえか。チェスターの手紙にあった秘密の出入り口っての。そうみたいだね。うん、壁に偽装しているけど扉がある。開けてみよう。動かねえみたいだな。ルカのことがあってからこの出入り口を封じたのかもしれないね。マジかよ。どうする、別の出入り口がないか探してみるか。ま、
ここで引き返しても仕方ねえしな。ちょっくらその辺探してみるか。得意競泳店アッシュ01か。違うな、お前たちは何者だ。まずい、怪しい奴らめ、捕まえろ。くそ、一旦出直すか。いや、チェスターがこのタイミングで来いと言っている以上、出直すのはチェスターが危険になる。だが帝国の連中がうろついてるとなると。誰だ。敵ではない、こちらへ来い。身を潜める場所がある。ついていったらブスリなんてことはないよな。そのつもりがあれば声をかける前に切っている。あれ、あんたルーク、知り合いか。あ、いや、そういうわけじゃないけど、どこかで見たような。それより増援が来るぞ。戦うってなら大歓迎だが、それでいいのか。よし、ついていこう。帝国の奴らいなくなったみたいだな。ありがとうございました。おかげでやり過ごせました。あなたは一体。私はクラトス、雇われの傭兵だ。今は雇い主の希望でアスガルド帝国の皇帝を自称するようになったデミトリアスについて調べている。クラトス。そうか、クラトスってあんたのことか。やっぱり知り合いなのかい。ほら、ロイドが言ってた。前に北の監獄で助けてくれたロイドの仲間だよ。ロイドの親父さ。ああ、そういやそんなことも聞いたかな。ロイドのお父さんなら僕らと一緒に来ませんか。いや、私も仕事を請け負っているのでな。遠慮させてもらう。そうですか。それにしても傭兵ね。傭兵って聞くとうさんくさいやつの顔が浮かんでくるけど、お仲間かい。誰のことを言っているかわからぬが、現時点ではお前たちと敵対するつもりはない。へえ、だったら当然雇い主の名前も言えないな。共栄店の傭兵を雇うやつなんてのは限られてるけどな。お前たちの目的は戦士の館に潜入することだろ。ならば私の雇い主が誰であろうと問題なかろう。ずいぶんこっちの情報に詳しいな。戦士の館に続く隠し通路で騒いでいれば見当はつく。そうか、そいつは失礼。てっきりこっちの様子が気になって遠回しに調べ回ってるのかと思ってね。必要とあれば調べるが、今はその必要性はない。あの、デミトリアス陛下が皇帝を自称するようになったというのはどういうことですか。あの人はセールン王国の国王ですよね。デミトリアスがアスガルド帝国を復活させると宣言したことは知っているな。しかしアスガルド帝国は滅びて久しい。また帝室に連なる一族は耐えていると聞く。そこでデミトリアス自身が皇帝に名乗りを上げたということだ。幸か不幸か、この世界は具現化によって再生された。具現化された共栄点ではない人々の記憶や意志は曖昧模糊としている。比較的たやすく帝国への帰属意識に目覚めたのだろう。おそらくファントムによる最後の一斉具現化の際にも何か記憶の操作が行われただろうしな。おかげで今やこの世界の9割はアスガルド帝国の支配下にある。胸郭変動からまだ1ヶ月しか経ってないのにそんなことになってるのかよ。帝国に皇帝ね。やっぱりそういうのは好きになれねえな。デミトリアスの目的は何なんだろう。私は具現化された時からデミトリアスの動きが気になり密かに調査を続けていた。どうもデミトリアスはダーナの予言に関する資料を集めさせているようだ。
予言ってスコアみたいなもののことだろ。案ずるな。ダーナの予言はお前の世界のように絶対の未来として存在するのではない。可能性の未来史とでも言えばいいか。それすら私には眉唾のように思えるが、デミトリアスは深く傾倒しているらしいな。ダーナの予言って確かこの世界の滅びについての予言ですよね。魔教と共生が世界の滅亡に関わる、そういう内容のものであるらしい。予言がどこまでの信憑性を持っているのか、デミトリアスは予言をどうしたいのか、私はそれを調べている。それが雇い主の目的でもあるんですね。そうだな。ところでお前たちの目指す戦士の館だが、この先の道を左に2回曲がるといい、南東の地下牢へ続くもう一つの出入り口がある。ではな。あ、ちょっとって言っちゃったよ。それにしてもどことなくロイドに似てたな。そうか。それよりどうする。この先にもう一つ入り口があるってやつ、行ってみよう。このままだとチェスターが心配だ。なあ、ここあれだろ、もともとオーデンセがあったところだよな。具現化ってのは恐ろしいね。島だの建物だの人まで作っちまうのか。ファントムが開発していたもう一つのカレイドスコープの力だろうね。レプリカ以上のレプリカだよ。地獄さ、ここは。なあ、そういやお前の世界にもこういう技術があるんだよな。ミリーナちゃんのとこにいるジェイドってのが開発したんだろ。何でもコピーするフォミクリーって技術を。あのネクロマンサーらしいね。鏡師のところに居候するなんて。不気味な力の開発者同士気が合うんだろ。シン君は何にでも当たり散らしたい年頃なんだね。うるさいよ。文句があるならついてこなければいい。いやいや、文句なんてねえよ。むしろ面白い。ただ一つ注文があるとすれば。何？その仮面はちょっとね、悪目立ちするんじゃねえの。俺様もこの麗しい顔を隠すためのマスクは持ってるが、必要に迫られない限りつけやしないぜ。おっと、仮面越しにも感じる冷たい視線。へいへい、顔も隠したい年頃なんだな。ま、いいけどよ。で、戦士の館とやらはどのあたりにあるんだ。一番警備の厳重な中央区画らしいね。もともと帝室の離宮だった場所を改装して使ってるって話だ。帝室？この島はオーデンセのあった海域に新しく具現化された島だろ。たかだか1ヶ月程度で離宮を手放したのか。いや、この町自体新しく具現化されたものにしては作りが古めかしいな。使い込まれてるっていうか。あんたバカなふりをしてるけど、意外とまともな脳みそ持ってるんだね。そうだよ、この島はかつてのアスガルド帝国の帝都そのまま具現化した島なんだ。フィリップの話じゃ、古の時代オーデンセ島にはアスガルド帝国の帝都があったらしい。つまりここは大昔のオーデンセ島でもあるってわけか。だが具現化で遡れる時間には限界があるんじゃなかったか。それに過去を具現化するってアプローチ自体は失敗したんだろう。そう、それは変わっていないはずだ。だから考えられるのは、ファントムが開発していたカレイドスコープは奴が望んだ通りの機能が備わっていたって可能性さ。自分の理想を投影して具現化するカレイドスコープか。想像と想像の融合、フィリップとファントムが得意にしている具現化技術だな。バカミコ、
兵士が来る。隠れるよ。わかってる。あとバカミコ呼ばるややめろっつの。怪しい奴らがいたようだったが、背格好はどうだ。脱走した特異共栄店アシュ01は銀髪に大剣を持った少年だということだが、いや、赤い髪の男とおかしな仮面をつけた細身のやつの二人組だった。戦士の館の関係者ではなさそうだな。どうする？上には後で報告することにして、巫女の隊列へ戻るぞ。勝手に持ち場を離れたことがバレたら、後で煉獄のリヒター様に叱られる。その呼び方もやめた方がいいぞ。お嫌いらしい。いや、しかしちゃんと二つ名付きで呼ばないと死神リストにどやされるぞ。言ったな。どうやら戦士の館で脱走があったらしいな。こいつは厄介だ。きっと戦士の館の守りが固くなってるぜ。神殿へ行く。ああ、あいつら巫女の隊列に戻るって言ってたな。ってことは帝国の連中、例の女神ダーナを巫女の体に宿す神おろしとやらをまだ続けてるってことか。ああ、巫女は共栄店の中から適性のある女が選ばれるらしい。共栄店なら戦士の館に囚われているはずだ。巫女の隊列を利用すれば館の中に入れるかもしれない。巫女に女神を下ろすか。どこの世界も似たようなことやってやがる。まあ、ミトスが帝国側にいるならそういう発想にもなるか。ああ、あんたの世界もそうだったね。あのミトスとかいうガキが姉だか女神だかを巫女の体に宿らせようとしてたとか。あんたの世界もなかなかいい地獄加減ってわけだ。否定はしねえよ。ただ俺様はお前と違ってあの世界のことは割と嫌いじゃないけどな。行くよバカミコ。へいへい、烈風の神父様。言っておくけど気に入ってるわけじゃないよ、その呼び名。勝手に広められて呼ばれ慣れただけでね。センスのかけらもない仲間を持つと苦労するね。仲間、僕らは共同体から外れたゴミクズ集団だよ。ホコリとホコリがくっつくみたいに仕方なくつるんでただけだ。あんたも似たようなもんだったんでしょ。はあ、きついこと言うね。まあいいわ、さっさとやることやっちまおうや。ああ。簡単に潜入できちまったな。前に成り行きでシャーリーちゃんを助け出したことがあったから、もっと警戒されてるのかと思ったけどな。代わりの器はいくらでもいるってことなんじゃない。嫌だね、そういう考え。お、あの祭壇で眠らされてる女の子、超可愛いじゃねえの。綺麗な黒髪、綺麗なおみ足。静かにしろ、神官が来る。ダメだ、ダーナ神は降臨されなかったようだ。また失敗か。せっかくアニマを受け入れやすい共栄店が見つかったのに、なかなかうまくいかないな。煉獄のリヒター様のお怒りを買わなければよいのですが。あの方は大丈夫だろう。それより器の共栄店を館に戻したい。棺の中にお戻ししておきます。よし、やつら祭壇から離れていった。棺か。あの黒髪の美少女を助け出して代わりに棺の中に収まれば戦士の館に入れそうだな。待った、祭壇の後ろに誰かいる。
あんたの仲間だっけ？ねえ、クラトスだ。目配せしやがって。合流しろってことかよ。クソったるげ。へえ。あんた、あの男が嫌いなんだ。うるせえな。それよりあいつと合流するぞ。それで、僕たちを招き寄せて何をさせようってのさ。祭壇にいる琥珀という少女を助け出したい。手を貸してほしい。へえ、あの子琥珀ちゃんっていうのか。で、なんであんたがあの子を助けるんだよ。デミトリアスのことを調べてたんじゃないのか。デミトリアスの動きを知るためにはあの少女が必要不可欠だ。しかし今の状態では目を覚ますことはないだろう。助け出してフィリップに会わせる必要がある。なるほどね。動けない空っぽの人形を抱えて戦うのは大変だから力を貸せってことか。ちょうどいい、ゼロス。あんたがクラトスと一緒に琥珀を助けたら、どうせあんたたちの体格じゃ琥珀が入っていた棺には入れないだろう。お前たちは戦士の館に潜入するつもりだったのか。ガローズを助けろって言われてるからな。先ほど国威の鏡師の仲間が戦士の館へ侵入しようとしているところに出くわした。彼らを陽動に使えるだろう。誰が潜入してるのさ。クレス、ルーク、ユーリだ。おそらく館の中でチェスターと合流するのだろう。ルークがいるのか。ちょっと面倒だね。まあ、いざとなったら利用させてもらうよ。俺らは琥珀ちゃんを助け出してから戦士の館に行ってシンクをキャッチアップすればいいんだな。ミコ、ゼロスも私も空を飛べる。建物の外にさえ出てくれればお前とガローズを助けられるだろう。へえ、ほんと便利だね、天使って。じゃあさっさとそこの女を連れてってよ。無理すんなよ、シン君。殺すよ、バカミコ。頼むぞ。